はい、じゃあそうしましたら次だら焼けとタイヤ、タイヤ、次に装着していきたいと思います。後ろ回り完成。じゃあそしたら次は前だね、前、前やっていきたいと思います。はい、じゃあ今度フロントタイヤ組んできます。フロントタイヤで、まずその前にタイヤ組む前にピカピカに磨き上げましたブレーキとブロケ、これもつけちゃいます。一応今ブレーキは完全開放の状態です。一旦仮止め、こいつを忘れちゃいけない、これが間に入りますんで、最後のブレーキの当たりの調整かけちゃいますね。はい、ということで前回りもあらかた組み終わりまして、やっと自転車っぽくなりましたというところなので、そしたら着地させてハンドル周りのクリーニングとサドルのクリーニング、あとペダルの取り付けですねを、この後やっていきたいと思います。いいね。はい、では先ほど言ってたサドル、結構サビひどいですと、あとサドル止めとくための金具もちょっと錆びちゃってるので、これも綺麗にしてきますね。じゃあまず先に外しちゃうか。その方が綺麗になるね。はい、完成。サドルは完成しましたが、サドルだけではダメですからね。これは結構いってるな。綺麗になりました。こっちもね。はい、ということでサドルの取り付けも完了。そしたら次、お、掃除だね。ハンドル周りがまだ磨きできてないんで、そこもクリーニングしてっちゃいます。もうほぼ完成というところです。かなり長い時間かけて、ちょっとクリーニングしてきましたけど、さあ、あとは少しだけここクリーニングしていきます。ハンドル周りクリーニング完了。ペダル、これもクリーニングで、きれいにしていきますね。になりました。イエイ。じゃあそしたら最後にボディのクリーニングです。コーティングだね。あとはペダルをつければ完成です。
ついにもうやるべき作業は、こいつの電池買ってくるくらいかな、ってところになりました。ほこりかぶってた自転車、いろんなとこ錆びてた自転車、でもこうやって磨けばこんなに綺麗にさせてあげることができます。実際、道具はねたくさんいるかもしれないけど、でもチャレンジしてみてね、いろんなこと学べます。この構造を知ることによってね、いろんなことに活かせるかもしれないというところなので、皆さんチャレンジしてみようかなと思っている人、ぜひこの動画が何かの足しになればありがたいなと思っております。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。